秋田商業と浜田高校っていうのが、その当時雑誌かなんかにちょっと早めの昼休みっていう試合だったっていうのは、その前後に有名強豪校があって、公立の浜田高校と秋田商業の試合っていうのはそこまで優勝候補じゃなくて、ちょっと休憩しよう、ブレイク試合だねみたいなっていう話がマスコミでちょっとあったので、本人もそれ覚えてるみたいで、今考えたらその現役に選手として今残ってるのはその石川投手と和田投手だから。